こんにちは。こんにちは。こんにちはだね。こんにちは。お昼、こんにちは。夕方か。だね。夕方。お久しぶりのインライドね。そうだね。そうよ。ね。違う。ピザだね。お久だね。お前、すまねえよ。まずはね。お、でも 2.3。うわ。2.3万人。こんばんは。日本は16時だよ、だって、ね、こちらは0時3分ですね。ですね、うん、ミッドナイトです。ヤッポーだって、ヤッポー。ヤッポー笑ったね。笑ったね。みんな笑ってたよ。いやいや、カイトだけした。お疲れ様。そうね。埋めるよって。俺今ね、バッチの肩から入ってる。ごめんごめん、全然いい画角が。昨日は、日本は何の日でしたっけ。月が何の日でしたっけ。中秋の名月。中秋の名月。めちゃくちゃヒントじゃん。もう言っちゃったけど、何でしたっけ。昨日何の日。もう雑な日で。何でしたっけ。9日とかだったらね、朝陽の節句とか。10日だったからね、昨日の日も。そうね。じゃあそろそろ。はい。行きます。どうも、トラビッシュマンでーす。改めて、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。久しぶりです。いや、まずは AGT、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。セミファイナルまで行ってね。はい、行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あれ、今日俺マジ俺マジ。あ、オッケー。まあね、結果的には、うん、まあちょっと敗退っていう感じなのかな、うん、になってしまったんですけど、でも僕どうでした、皆さん。うん、これでも楽しかったし、なんかいい経験だった。楽しかったよね。うん、あれ今日俺マジ不安がすごい。そう。まさかね。うん、今振り返ってみてたけど、うん、AGT に出るとは。そうだよ、ね、始まったから。そうなんだよね。そうなんだよ、うん、そうなのよね、マジで。ホントに見ていきたいな。そう、行く渡米する前とかさ、うん、にさ、もしかしたらうん、番組に出ちゃったりすんのかなみたいなさ、うんうん、冗談で言ってた話がさ、うん、こうもう目の前に来て、もうそれを一個乗り越えてるわけじゃない、うん、そうだよね。なんかすごい感慨深いというか、うん、今考えるとすごいな。やっぱりセミファイナルまで行ってんだよ。すごいよ。あとさ、そのジャッジのさ、サイモンはさ、そのワンダイレクションとかさ、作った、うん、もうすごいプロデューサーの方がいる、うん、番組じゃない。そう、でも世界の方がこう知ってる番組、みんなも知ってるしさ、うん、なんか すごいよ。シンプルにね。うん、なんか刺激がすごかったよね、うん、いろんな人がいてさ、歌やってる人もいればさ、うん、ダンスやってる人もいれば、アクロバットやってる人もいれば、うん、すごい刺激がすごい。どういうなんすか。どんな言ったじゃん今。でもね、オーディションでは3000イエッセンスいただいたっていうので、で、セミファイナルまで行けてっていうのは本当にすごいし、なんか自信にもなったよね、やっぱり。そうね、うん、っていう感じでした ね。本当忘れられない経験がね、うん、ありましたよ、うん、あの景色忘れられねえわ。忘れられなかった。俺もずっとオーディションの時めっちゃ緊張したよね。めちゃくちゃ緊張したよね。僕たちは、マイドリームハリウッド、夢のハリウッドを英語バージョン披露させてもらったんですけどね、めっちゃマジ緊張した。ノエルがめっちゃ緊張したもんね。知られてるな、俺はチームだから。俺はチームだから。そう、めちゃくちゃ緊張したけど、すごい楽しかったし、セミファイナルまで行けたっていうね。なんかさ、全然そうすごい。いい経験になりました。そうだよね、うん、いい経験だった、うん、いろんなあれだよね、本物なんか間近で感じたって感じした、うん、空気だったり、まあいろんな
オーディションの方っていうか、もうアーティストみたいなすごい方たちがいっぱいいてさ、うん、なんかもうそこからも刺激もらったよね、うん、みんなすごかったよね、すごかったですね、うん、セミファイナルはさ、うん、なんか演出的な部分もさ、うん、あったわけじゃない、うん、そうだね、うんうん、で、まあ今まで俺らコンサートとかありがたいことにやらさせていただいて、うん、こう、現場っていうのをそういうコンサートの現場とか、うん、こう舞台の現場とかそういう演出の現場とかにスタッフさん交えていたことはあったけど、また新しいなんか刺激というか、また違う作り方というか、そうだね、そういうのを知れたじゃないですか、うん、だからそこはちょっと感動というか、その違いに、違いが新鮮に感じてすごい勉強になったというか、うん、なんか すごかったなっていう、うん、どっちもすごいんだけど、やっぱ作り方がなんだ順序が違うから、うん、すごくあこういう風に作ってるんだって、また新たな勉強というか、うん、どっちも知れてるって強くないって思いましたね、うん、そうだね、うん、なんかさ、オーディション番組だからさ、やっぱり一芸を持ってる人が出てくるわけじゃん、うん、さっきも知り合ったけど、歌、ダンス、お芝居というかね、コメディ、うんうん、スタンダップコメディもそうだし、マジックもそうだし、こうなんかこうナイフ投げたりとかさ、うん、いろんな人がさ、ヨーヨーとかでさ、そうするような方もいらっしゃったし、いろんな人がその自分の特技を披露する番組のはずなんだけど、うん、でも実際はドキュメンタリー番組みたいなさ、作り方もしたしさ、すごくそれぞれのみんなのバックグラウンド、うん、バックボーンの部分をちゃんと掘り下げて見てくれるなんかこう番組だったよね、うんうんうん、だからトラビスジャパンもどういうグループなのとか、それをじゃあどういうふうにみんな表現してるの、どう思ってるのってことを観客の人たち、テレビを通して知ってくれる人たちに全部を届けられたっていうのが、うんうん、なんかすごく俺は誇りだなと思ったんですよね、うんうんうん、その通り、そう、歌って終わり、踊って終わりじゃない何か大きなものを今回得たな、うん、こうやって話すとこうやったら伝わりやすいんだなとか、うん、そういう撮ったじゃん、いろいろ、うん、あれも良かったなって、うんね、しかもその一発目オーディション出させてもらってからさ、まあ、ノエさんがこう英語で喋ってくれてさ、でノエさんがこうもうなんていうの、こう代表して喋ってくれてさ、そのパーソナリティもさ、うん、なんか好きになってくれたじゃん、うん、そこもすごくさ、そのセミファイナルでも However, I love you そうだね、うん、言ってくれたから、そこも嬉しい部分だよね、そうだね、なんか結構こう、まあね、言ってもら、僕も褒めてもらうの嬉しいけど、うんうん、あくまでも俺のパーソナリティじゃなくて、トラビスジャパンのパーソナリティのことを多分彼は褒めてくれてて、うん、やっぱりこのグループの空気感というか、これだけの下積みをしつつ今こういう風に全力で何かに向かっていってるんだっていうパーソナリティが好きっていうことを彼はすごく強く言ってくれてたから、うん、なんか俺のことだけじゃないんだよって、みんなのことが本当にみんなのパーソナリティがいいんだよってことを彼は言ってたよってことはちゃんと共有したいなって、うん、いや、本当ね、今お姉さんが言った通り今までない番組だよね、なんかなんだろう、バラエティとか今まで経験、うん、バラエティ、まあ、それこそドラマ、うん、TV ショーもそうだし、いろんな番組はあったけど、なんかそのパフォーマンスを披露するんだけど、本当ドキュメンタリーのような、その僕らを掘り下げてくれて、その後にパフォーマンスを披露するって、なんか本当ない番組だったから、ね、新しいよね、そうだから、こうYouTube とかでねチェックし知ってくれた方とかも、パフォーマンスの部分もそうだし、なんかそういう部分が新たな部分が伝わったのかなって、うんうんうん、日本で待ってくれてる方もまた新たなこの TravisJapan が伝わったのかなっていうのは、うん、なんか思えるなっていう感じだね、うんうん、一応ドキュメンタリーというかね、こう撮ったさインタビューの部分はね、そっちの放送でしかないから、そうね、なかなかね、うまく届けることができないんだけど、うんうんうん、まあ、いつかね、なんか形が違ったら、形が変わったら、もしかしたら届けられる日が来るかもしれないんでね、うんうんうん、その日また楽しみにしてもらえたら、そうだね、はい、そしてパワー皆さんのね、皆さんの感想とかもちょっとコメントで聞きたいね、ちょっと聞きたいので、どしどしこちらまでお願いします。宛先はこちらです。
どちらだよ。コメントのところ。コメントのところ。いやね。あ、審査員の方々と何か話したりしたって。それこそ話したよね。ね。サイモンさん。うん。サイモンさんと話したよね。あの CM の間なのかな。多分そうだね。うん。あ、俺たちがパフォーマンス終わった。パフォーマンス終わって、うん、で CM の間に。あのサイモンさんが、まあ、後ろまでこう来てで君たちのこと本当にすごく愛してるよっていうのをなんか言ってくれたよね、うんうん、直接ね。そう直接すごい嬉しかったし、ね、プロデュースしてくれよねえお願いします。頼む頼むお願いします。いい見てないの通していいですか。どこを通して言ってるの。お願いします。確かに見てるかもしれないから、うん、見てくださっちゃう。英語でお願いしないと。そうだ。オッケー。プリーズ。頼む。お願い。お願いします。大好きだよ。ね、なんか楽しみだ、ね。楽しめ。締めたけに。ちょっと待って。どうしてくれる？どうしてくれる？あ、そう、締めちゃんの振り付け。うん、今回さ、セミファイナルが締めの振り付けだったじゃん、うん、どうやって考えたんですかっていうコメントがあったの。どうやって考えた。気になる気になる。一緒に作ったんだけどさ、締め、あの基本ベースをさ、一人でさ、ね、最初あの夜どんどんしながら作ってくれたわけじゃん。すごい、ね、夜どんどんしながらちょっと、ちょっとね、なんか、あのリビングの方がどんどん聞こえるな。太鼓の達人で歯がないから俺またやってるなって思って、その、うん、何鏡の方、鏡がある部屋の方をバーって行ったら、うん、シミが衣装着てすげえな、ね、金の衣装。夜遅くだもんね、それも時間があまりなかったからさ、うん、そんな中ずっと入ってたから、うんね、めっちゃタイトだった、うん、どういう感じ、何を思って作ったのとか、うん、でも Travis Japan が一番なんかかっこよくなればいいなと思って、うん、っていうのと、あとは部分で、なんか町がいたのね、近くに、うん、だから、町に結構いるもんね、そうなんだかんだそう、なんだかんだなんだかんだ、いるだろ、町ってなんかいろんなこといるから、ね、好きなんじゃない、俺は。えっえっはぁって感じで町がいて、まあ、町がいて、町にそのなんか曲のテーマとか俺が話して、うんうん、なんかそのテーマでとりあえず動いてみてって言って、うんうんうん、でその動きから受けて振り付けにした。こいつ嘘ついてるわ。えやった時さ、うん、俺もその時いたんだ。ゲタを見た。まあで、うん、結構多分クラはふざけつつ、うん、まあまあ独特な個性してるじゃない、うん、で結構やってたのよ。そしたらマジないわ、ほんと使えねって言ってたの。お前が嘘ついた。違う、これは、これは綺麗に言ったね。違う、それはそんなこと言ってない。でも、そう考えると、ちょっとシメが、うん、いけないみたいな感じになるけど、俺も俺でめっちゃふざけてた、ね、とか言って、うん、俺も、うん、ちょっとやってみてっつってめっちゃふざけてた。確かに。どっかにインスパイアされた。めっちゃふざけたんだね、うん、でもそっから、撮ったよって。あ、そっからね。真面目にやってる部分もあるし、うん、ちょっとふざけて、締めに、あれ、フライングするわとか言って。フライングして。え、それは絶対無理とか言って。ね、俺、そんな変な声してない。できるわけないでしょっつって、あ、ごめんとか言って、うん。そういうのもありつつ、そういうイベントがあって、まあ、いろいろ踏まえて、踏まえたいな。締めで作って、ああいう形になってったって。そう、あとは、静が復帰した後に、うん、なんか静かアドバイスもらったりとか。うん、そう。うんそううんっていうのをやって作ったね、うん、まあ、あとはこうリハーサルしながらみんなでなんか徐々に変更しながらとか、うんうん、って感じだね、うん、いやめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいよね。いや踊ってても気持ちかったもん、うん、気持ちかった、うん、それは嬉しい、ありがとう。めっちゃニヤニヤするじゃん。かっこいい。ほんとグッジョブです。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。でもなんかこう本番やってみてなんかこういうところでこういう振り付けの時にこういう反応が来るんだとかっていうのが、うんまあ、分かったから、まあ、それを終えて、うん、なんかまたもしね次やるときになんか活かせたらいいなと思った、うん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 、
ありがとう、本当に。いや、そうだね。喉ぼときもね。喉ぼき。え、さっき喉ぼった。何ちょっと挟んでいかない。ボソボソっとなんかちょっとボケてるよね。ボソボソっと。ちょっと挟んでいかないと、やっぱ。挟み切れてない、もう。さあって。感動したってコメントだった。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。好きだった。ありがとうございます。ありがとうございます。お、せっ。ちょっと次。次いいよ。もう次行くって言うとなんかまた段取りみたいになっちゃうけど、いやいやいや、コメント見て、プラス81のセカンドシーズンが始まった。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。見ましたかっていうコメントが。Of course。逆に見ましたか。見たよ。ね。ハッピーですよね。すごかったよね。幸せな気持ちに。さっきも見てたんだよね。マジで5、6回目とかで見てて。みんな楽しそうっつって。水木がさ、これ髪ピンとやってたじゃん。あれは元太の真似してた。俺思ったんだよ。真似やってたよ。あれ寿司食いの時だよね。そう。寿司食い。水木。イッツバットの時です。あ、や、来たわ。あ、見覚え。ありがとうって言って、俺も恥ずかしくて自分に言う。あ、じゃ分かんない。だったらありがとうみたいな。そう、シンプルに彼のその自分のこう個性の表し方だとしたら、それもそれでもちろん素敵なんだけど、なんか最後に TJ ポーズもしてくれて、すごいそういうのは嬉しかったなって思って。嬉しくね。そうだね。彼はいい子だね。何より楽しそうだったよ。楽しそうだったね。笑顔さ、どうだった、みんな、どう思いました。みんな楽しそうだった。あのスタジオでさ、なんだろう、ファーストシーズンのさ、俺らがの動いてるの見てちょっと感動したんだよ。あ、確かに。それこう、俺らがあのスタジオでやって、こうやった結果がこう動画として見ることで、で皆さんからのリアクションを見れるって形だったんだけど、あの全く新しい形で81が動いてるっていうのがすごく、しかもなんかほんとサムシングニューな感じでなんか動いてたり、もうほんとね、ミントのさ、T シャツ着ててさ、その、なんかいろいろ新しくなってて、しかもみんな楽しそうにやってるっていう部分がちょっと感動しました、動画見た時。俺らもさ、自分たちが出演しない、撮影がやってないレッスンというかさ、コマでも俺らはみんな基本的に行ける時は行ってさ、レッスン受けて撮影だけはお休みっていうか、そうだね、このバランスを見てってのがあったじゃん。だから本当に振り一個も知らないの。なんだこれはって。あと振り付け師担当した人をあの、ま、見ないで。あ、そうそう、誰が見てんのか。めっちゃ楽しいよ。やった。めっちゃやった。あ、まず一発目の動画、あ、この先生言ったかと思ったら違ってた。違ってた。違ってたんですよ。あ、俺も違った。そう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 。誰だと思った。え、ガンビさん。俺ガンビさん。俺もガンビさん。俺も残ってガンビさん。ぽかったな。俺もシスだね。シスだね。すごいよ。シスじゃない。シスさん。シスさんじゃない。違う。でも本当だから、あのシスさんと一緒にやった時にさ、あのシスさんが作った作品をさ、YouTube でみんなでテレビ通して見たじゃん。もう一回、タケさんが、タケさん、あ、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。タケさんがこう、資料用としてというか、インスピレーションとして見てみてっていうコレオグラフの作品を見て、見たじゃん。
こういうのかみたいな。確かに。さっきさ、俺とクラがそこでね、リビングのとこで見てたの、うん、メイクこうしながら、うん、したら、部屋に行ったチャカがブワーって出てきて、のどうしたと思ったら、これ振り付けしたいか知ってるってガンミじゃなかったシスだったみたいな、ドッキリでしたみたいな、飛んできて、そうですね、マジでびっくりだよねみたいな、そう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 、ちょっとワクワクした、まあ。そうそうそう、歌詞名が持ってる、見えないところもなんか、うん、細部は、うん、細部に宿るみたいな、美は細部、美が細部に宿る、そうそう、それの使い方見つかったら YouTube 撮るわ、オッケーオッケー、え一人で一人で、違う違う違う、みんなみんな、いやいや一人でやってる、それはそれで見たいけど、めんどくさい、そのために回すの時間の無駄、いいな、そこまで言わなくたっていいはい、で、どうすんのあれブラントは、とりあえず保留、まだいいじゃん、もうそこの庭にするときは埋める、そのうち一緒に同化していくよ、捨てないうまく映える場所見つかるわね、ね、そうやね、なんかいい方法が教えてもらえるわね、そうそうそう、なんか確かにいいんだから、いやあ、棚はどこ行っちゃったの、棚はね、ここにあるね、画角の外にそうそうそう、画面外、画面外にあります、うん、ありますか、多分来週の YouTube かな、そうだね、うん、ちゃんと映せると思う、そうだね、ね、うんうん、うん、よろしくお願いします。ない大丈夫そうってこっち側がね、さっきからちょっと燃えてるみたいなもう危ないっていうか、もうアウトです、危なかった、しめちゃん、ハート食べてたってハート食べてたってでも一時に今日帰ったんですよ俺、全部ね、うん、届く前にね、スクショタイムやりますか、スクショタイムしてっていうのいい感じにやります。じゃあ黒さん、どうする、今回のスクショタイムは、あのね、コメントでね、今ね、うん、部屋割りはっていうのが、あ、部屋割り、部屋割りね、いい、発表する、するか、部屋割り、確かにいいんじゃない、で、並んでスクショ、あ、なるほどね、あ、それはさ、したらでも、みたいなね、そう、だからその、なんか、カット、カットで、カットできねえんだ、どうしよう、どうする、じゃあ、一人部屋の人が一番下で、センター、1、2、2、2みたいな、あ、いいね、いいね、オーケーオーケー、じゃあ、ちょっとね、で、リニューアルしたんだよね、そうだね、部屋も新規一点ということで、ちょっとここで初出し、そうだということだ、目つぶってよ、何
まだね、まだ早いから見る。どこにしよう。ボケの渋滞。ボケの渋滞。みんなケツしか映っとらん。結果発表する？結果発表。結果発表でスクショタイム。早かったな、結果。よいしょ。おーいい、おーいい、だって1位でしょ。まあね、その通り。よいしょ。はい、ジョー君この感じね。この辺か。お、すごい、なんか演出で使えそう。なんかあ、いいね、なんか。じゃあ行きます。なんか部屋ごとにさ、あれしない？ポーズ、ポーズ決める。ポーズ決める。あ、ポーズ決める。じゃあ何する？何がいい？どうする？自分で言ったの。言うと見る、見るやし。見る、そこに全然出てない。ドタンバ、ドタンバ4。どうする？ニーブラ。何言う？やめとけ。じゃあ行きまーす。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11。いや、長い。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 五で、大体5で。ごめんごめん。6の時からうってなってて。なかった。しかもなんか4は4っていうタイプなんだよ。で、7っていうタイプなんだよ。そうそうそう。面白いね。そう。面白いね。そう、こんな形でした。こんな感じなんですよね、部屋割りは。うんね。そうなんなんですよ。整理すると、ノエルが一人部屋で、はい、ごめん、詰まった。ごめんね。ノエルが一人部屋で、僕とシメが今一緒で、そう。で、ウミゲンが一緒で、はい、チャガとシズが一緒で。さようでございます。そんな感じです。新しい部屋割りは。気になってたでしょ。こんな感じです。ありがとうございます。お、海源。ん？ちゃんと起きてるのだって。あ、起きてる。マジで元太の方がちゃんと起きてる。ええ、起きてるよ。起きてる。何？今日はなんでかんださ、起きてるよね。いや、なんかね、起きたらこっちなんか気まずいじゃん、その。向かい側に人がいるのって。あ、そうだよ。寝てる。だから俺はいつも反対側を向いて寝るわけ。でも多分寝相的に右向きが一番寝やすいの。で、朝こう向こう見るじゃん。元太が寝てるのよ。まあそうだろうね。気まずい。なんでだよ。なんでだよ。落ち着かなくて起きちゃうってことか。いや、やっぱ人見るとそわそわして寝れないよ、普通に。だから。あれだもんね、二人部屋だもん。確かに。うん、一人部屋だったもんね。そうだよ。あ、マジでね、3ヶ月一人部屋だもんねって思って、その、あの、代償が、元太が一人部屋なくなるって言って。あの、その代償で元太の一人部屋、他の人の一人部屋もなくなって、ギュンって言って、ギュンギュン。そう。もともと俺さ、7ヶ月目の時だった。そう。そうそう。でもまあまあ、でもね、楽しい。でも喧嘩してないの、なんか。喧嘩するじゃん、よく。普通にジャレアになる。ジャレアじゃん。ジャレアから平気になるじゃん。ジャレアからね。いや、この昨日なんて、なんか昨日なんてなんか風が来るみたい。俺寝てて、なんか風来るんだけど、おばちゃんに言ったらなんかライトつけ始めて、お前の後ろにお化けいるよ。いや、いたの？いた？いなかった。いなかったの？なんか、そういう小さいいたずらしてくる。いたずらしてきて、で、たまに火がついちゃう時が。たまに火について。それ、かわいいよね。俺、そういう感じ。でも、1時間前にちゃんと謝る。なんで1時間前くらい。じゃれ合い、じゃれ合い。じゃれ合いね。でも、それ寝る前にやってるんでしょ。寝る前にやってる。で、そっから1時間経って、そう、ごめんねごめんねっていう、どっちがそれ謝るの？どっちは、まあ、特に言うけど、俺が謝る時もあるし、マチが謝る。謝るときは、まあ面白いよね、その感じ。お前さ、引き抜けだよ。引き抜けだよ。なんとか
か広げよう広げようってしてた努力は分かった。いやいや、でもそれ面白いね。で繋ごうとすんの。でもなんか前なんか雑誌で話したよね。っていうかよくあったよね、なんか2人がさじゃれてる時間そう期間、うん、あったあった、ね、じゃれててめっちゃガチ喧嘩始まる。俺そんな声じゃねえよ。ぶち切れない欲しい。そういうリンクアイとかなんか本当に殴ってた。そうそうそう。それこそなんだっけ、シメの誕生日の後にさ、うん、今年中心の今年じゃなくて結構前、もっともっと前の時にさ、みんなでご飯行った後にさ、うん、帰ってる時さ、うん、なんかあはは覚えてねえよ、なんだよ。え、なんか二人覚えてる。覚えました。じゃあクラがシメのことめっちゃこうやって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 加減がわかんないんだよ、この人。違うよ、違うよ、違うよ、なってね、なんかそう、そしたらシメが隣でお前マジやめろや。めっちゃ切れてんじゃん。ほんとじゃあほんとにガチ切れてるから。じゃあ俺多分他のね5人はまあなんかじゃれてんなと思うんだけど、うん、でじゃれてんだろうなって思ってんだけど、うん、なんか急にガチになった雰囲気で始めるから、うん、どうした？そう分かる。違う違う。こいつもシメがガチになったのを分かりながら面白い、ね、まんま行くから。じゃパンチしてこんなにやってないよ。え、どうやる？え、よくやってたのはこうこうこうしめっていうのをこうやってたら、うん、マジでやめてって言ってそっからだよ。でも今はないから大丈夫、同じ部屋でないないない。でもクラも悪いのはなんか自分もやられた側になるんだよ。被害者みたいな。ジャルジャルみたいな。俺がマチから仕掛けてきてクラからやってるのに、俺がやったらクラがうなっえみたいな。え、なんか俺悪いことしてないみたいな。じゃあ今後まあ2人でさ、うん、同じ部屋なわけだから、うん、それはないで大丈夫だよね。そうだね。あの俺らがいないとこでやってたらもう止まんないから、ね、ないよ。見せてるんじゃないよ。見せたいよね。それもエンターテインメントエンターテインメント。で、全部ではそこの2人はここ、うん、いやマジなんもないんだよね。ないな。マジでなんもないんだよ。寝てる。基本的にね。シジは寝てんね。チャコもでもずっとさ、ベッドで携帯いじってる。チャコずっと携帯してる。ずっと好きね。寝てる。シジは寝てる。確かに。いや、シジは寝てるかなと思って、こそりずって見たら、なんか、こそある携帯いじってる。あるよ。何が？あの、目がある時あるよ。あるでしょ。目がある時に、ね、朝とか早く起きちゃって、うん、でも全然まだ寝れるから二度寝する前にちょっとだけ携帯いじるみたいな時間。その時そうで携帯こうパッて見てで、うん、こう見るじゃん、うん、で、静也寝てるかなって携帯越しに静也を見ると静也もうこうやってちょっと目がああちょっとあるあるある。よしよしよし。それあれじゃん、ラブソースイートだね。目が合うから。俺も最近よく朝目合う。誰か誰か怖いわ。怖いだと思うから。お化け見えてんじゃん。絶対に言わないで。見えてても隠してる。ノイさんの部屋からはゲームの音が聞こえる。あーあー、そういうのね。なんかイカの声が聞こえる。イカの声が聞こえる。それが、破裂してるね。やられてる。色が塗られてるんだろうね。部屋の中は多分、赤か青か、オレンジか紫か。塗られてるか。色んな色で。最近3が出たからね。最強マジで。9日からですよね、あれはね。そうですね。めっちゃ知ってるじゃん、俺。詳しいんだよな。ネット界は詳しいんだよな。じゃあそろそろね、時間なんで。じゃあまあやりたい人はあと残り残りで残りでそれでそれで、うん、で久々の由来楽しかったね。楽しかった、はい、うん、1ヶ月ぶりぐらいか。すぐやろうぜって言うのにさ、なんだかんだやっぱ忙しい、ね、いやでもそう、そう忙しかったからね。なんか AGT のリハとかさ、暇そうに見えてたら本当に申し訳ないです。実は忙しい。実はね、毎朝ね、毎朝から毎晩。だって、俺らセミファイナル、あの、ね、まあ、通過したいっていう希望があったからこそ、通過した後のファイナルのリハまでしてた。そうなんですよ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 。いろいろあったけどね。ちょっとまたやろうよ。やりましょう、また。ぜひやりましょう。AGT ね。またやりましょう。AGT またやりましょう。やりたいけどね。やりたいけどね。もうリハしとこうか。アーカイブもね、今日ね、本当にすみません、本当急遽だったんですよ。全然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 
すいません、本当に、ね、みんなが知ってくれたタイミングと俺らが知ったタイミングほぼ同じ中島ジャニーズ人そう、本当にねそ う, そ う, そうすいません、本当にありがとうございます。どうしてもこうね、AGT のこう感想をこうちょっと皆さんと共有したいなと思って、こういう時間をちょっと急になっちゃったんですけど、だからちょっとアーカイブは今日は残そうかなっていうのがあるんですけど、はい、何時間？2時間。2時間おデイデイあデイね、なんで何時間？あ、僕デイなんで、あじゃあデイデイどっちがいいんだろうね。なんか3日半とかできん？3日半だから朝4時に来たちょっと早くしてるけど、あちょそれじゃあかわいそうだ、だからあ4日だとそっか1日経っちゃうから、あむずいね。じゃあわかりました、じゃあ5日にしてみる。5日 OK、 5日いきますか。5日5日くらい5日くらい。ちょっと待って、4日前大人の予定がリーダー考えてる。この前だって俺が3日って決めたらさ、うん、ごめんちょ、あれ無期限にしちゃうわって言ったのね。じゃあやっぱ5日くらいだけど、もしかしたら3日かもしれないから、まあそこは皆さん見てください。ぜひ見てください。すいません気になっちゃって申し訳ありません。すいません。いやちょっとそろ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 締めますか。はい、締めます。締めます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとね、ちゃんと打ち合わせ通りの進行でやめろ全部やめろ。カメラ奥でやがってカンペでちゃんと目線ずれてないように見える位置になって、ちょっとこっち見てんだよね。チラチラ見てんだけど、台本通りの締めでやめろよ。一番ない部分の締め、台本通り、はい、台本通りの。じゃあそれでは皆さんありがとうございました。台本通りだな。こう台本っぽいな。こうつけてっていう。ありがとうございました。皆さんも一緒で、せーの。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。良い一日を。おやすみなさい。